よし、どうも、パンケーキです。さあ、今回はですね、姫ちゃんのパレット、マニューバーを使ってですね、で、スライド回数をマックスにして、で、さらにスライドアタックも取っていると。なんで、このね、6回のスライドでスライドアタックを打ち込める。で、さらに突撃ダメージも、まあまあ取れてるので、高火力のね、スライドアタックを6回打ち込めるという構成でやっていきたいと思います。で、この後の喋ってる部分なんですけど、生放送でやってたので、喋ってる部分全部生放送中の発言になります。そこだけご了承ください。よし。でか。スライドの、無限ではないけど、スライドアタックの怖さを見せるぜ。めっちゃスライドできる。おら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 。あー、くそ。これバック。スライドは届かん。よしよしよし。ダメージでもスライドのダメージ上げてるからさ、突撃か、突撃のダメージ上げてるからさ、強い、突撃ダメージが強いぞ。よしよし、これでオーダー5000いきます。これマニューバーがムーブ系チップ出やすかったらマジでめちゃくちゃ楽だったろういな。しかしそうはいかない。いや、コダコ頑張ってよ、マジで。見てただろう。見れてんのかなこれって、塔登ってる様子ってコダコこっから見えるんかな。僕がさ、リセットして、涙のリセットしてたところ見てただろう、お前。コダコ。ちょっと慰めてくれ。よし。スライドアタックの脅威を教えてやろう。コダコに。これ6回スライドやっけ ?4、5、6。届かん届きません届きません届きません。終わっている。これちょっと下がってきたらさ、いけるかな。これちょっと下がって、えなんかダメージ受けてんねんけど、勝手に。やめてやめて。回復してほしいんやけど。で、しかもさ、これも、あそこ濡れんから無理か。もうこれ、あ、もうメインで塗るしかねえな、これ。もう無理だ。最初のポータルって移動せんから、回復できんもん。いくぜ。強。体当たりで勝てる。体当たりで勝てます。これな、やっぱメインで当てないと無理かな。あー、いやこれ無理かも。ちょっと高さが足りんな。スライドアタックで頑張るには、まあ、メイン、まあ、スライドってメインやからまあ言うたらメイン縛りみたいなもんや。でも大凧には体当たりでめっちゃダメージ入るからごめんな大凧、こんなんにいつも付き合わせて。飛び上がってスライド当てる、なるほどね。それはありかも。こうしてめちゃんこめんどくさいことをやるけど、こういうことね。あっ、そう、これ当てるの難しい。あ、こういうことねあ、出る、やばい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 。まあこれスライドするのに絶対メイン打つからさ、絶対このスライド縛りだけっていうのは無理なんやけど、なるべくね。何をやってるんだろう僕はこれここのさ、もしかしてこのこういうやつとかってさ、このためにあるんじゃないか、もしかしてインクレールとかさ、このなんだこのレールなんだこれ、コンベアとかはさ、このためにあるんじゃないかって思いました。スライドアタックの高さが足りないから、これを使ってスライドアタックで頑張ってくれたまえよって言ってんかもしれない。よしよしよし、これもう後ろ向きで勝てるぞ。これおもろいね。いや、ここまで撮るの結構大変だっただけに楽しくてよかった。ちゃんと後ろ向いて倒せるのいいな。なかなか屈辱的じゃない。大凧はね、これまでもねトラウマ級の体験してきてるからね。